では始めていきまーす。はい。はい。じゃあ、アベンジャースクール3年目。はい。トレーニング部門担当の中澤です。よろしくお願いします。はい。で、3年目のテーマは、はい。家で、うん、日常のスペースで体脂肪を燃焼していくトレーニングという形でやっていきますので、はい、まあ、体脂肪というと、まあ、1% を体脂肪を減らすのに、7200カロリー、これは1日で換算すると240カロリー減らすと、はい、まあ 1% なので約 1ヶ月で 1% 減ってくるっていう計算になります。じゃあ逆に言ったら240キロカロリーっていうとどれぐらいかっていうのがあるんですけど、何か岡さん思い浮かんだりします？ご飯一杯分ぐらい。あ、正解です。お、よかった。そうです、普通盛りのご飯が大体それぐらいになります。はい、なのでまあ逆に言ったら1ヶ月に 1% を減らしたい人は毎日それを減らすっていうと、まあ理論的には1ヶ月に 1% で、体重も1キロ減らすのに7200カロリーなので、理論的には1ヶ月で1キロ減らした人は240キロカロリー分減らすと変わってきます。うん、はい。で、今回やる部分に関しては、この脂肪燃焼とトレーニング、筋トレの運動っていうのは、本当はイコールがないんですよ。ほう。脂肪燃焼っていうのは、どちらかというと有酸素運動なので、筋トレっていうのは、どちらかというと、この基礎代謝を上げるための、うん、このベースを作るので、脂肪燃焼じゃなくてエネルギー効率が糖なんですよね。はい。脂肪燃焼じゃなくて、糖エネルギーとしてトレーニングをしてくるので、そもそも物は違うんですけど、はい、今回やるトレーニングに関しては、トレーニングの後に脂肪が燃えやすいような体を作っていくって形になっていきますので、はい、ぜひ一生懸命自分を出し切っていきましょう。わかりました。はい。では、ミュートにしていただいて、音声の方ですね。はい、最初、ウォーミングアップからやっていきます。ご質問あればいつでも言ってください。では、右足を前に、そうですね、で前習いをして上に上げていきます。これを5回いきます。はい、1、はい、下ろして、もう一度上に上げて、2、はい、3、はい、4、ラスト、はい、5、はい、OK です。ではそのまま手を前でこのような形で組んで上に上げていきます。で、反対側まで行って、で、開きます。はい、戻して、息を吐きながら行きましょう。2、3、はい、5、はい、OK。 で、今度反対側行きましょう。左足変えます。で、前習いをして上に行きます。持ってきて、耳のラインぐらいを超えたら首を下げていきます。1、いいですね。2、はい、戻す。3、はい、4、はい、5、はい、OK。 では今度は左手を上にします。そうです、このまま広げて、で後ろを見ていきます。1、はい、上に広げてって、2、戻す。息を吐きながら、3、はい、戻します。はい、4、はい、ラスト、5、はい、OK。 では次はですね、右足を前に出します。で、頭の後ろで手を組んで、お尻を引いて、ももの後ろを伸ばします。
で、手と体を前にして起こす、近づけて起こす、そうです。で、ただ今こういう風に背中がちょっと丸まってしまうので、こうなるので目線を下げずにこのまままっすぐ下げていきます。ちょっとより伸びます。はい、戻す、1、ここから股関節から下ろしていく、そうです、いい、ラスト、はい、OK。 この反対いきましょう。左に変えて、頭の後ろに手を組む。で、前に倒していきます。背中じゃなくて、目線は下げないように倒す。1、2、そうです。頭でなくて、体を倒していきましょう。3、5、はい、OK です。どうぞ、お待ちしました。お待ちしました。よろしくお願いします。大丈夫です、全然。あ、のりこさんもよろしくお願いします。では、続きをちょっとストレッチを今やってますので、ご一緒にお願いします。で、手をつきます。こんな感じですね。腰だけ手を前について足を立てます。で、お尻を引く、ぐーっと引いて、で、指先を見ていきます。目線はで、戻す、股関節のストレッチです。ぐーっとお尻引いて、そうです、息を吐きながら行きましょう。はい、鼻です。はい、息吐いて、お腹にも刺激が入ってくると思います。ぐー、はい、戻して、あと2回行きましょう。はい、戻しましょう。ラスト、はい、OK。 では次はちょっと背中を動かすストレッチやってみます。手を後ろで組みます。こんな感じです。はい、で、このまま手をお尻から離します。そうです。で、こうならないようにして肩を下に引きます。斜め下、僕は指、人差し指を指している方向に、こっちの方向にぐーっと斜め下に引っ張ります。そうすると胸が開いて肩甲骨が下にぐっと下がると思います。これ10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、やってみましょう。いいですね。もう一回いきます。お尻から離して、で、斜め下にぐるっと引っ張ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK。 では前を向きましょう。次はちょっと動きながらストレッチしていきましょう。立っていただいて、手を地面について、膝を曲げても OK です。しっかりペタッとつきましょう。で、この状態のまま、手を半歩ずつ、行って、行って、前まで行きます。行けるところまで行ったら、はい、手で戻ります。1、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 
半歩ずつ前に行って、で、今度足を持っていきましょう。足を同じぐらいのペースで、バイ。1、1、1、はい、OK。ナイスです。じゃあもう一回下がって、同じ形で手をつきます。で、前に行きます。1、1、1、1、そうです。で、足を持っていきましょう。1、1、1、OK です。しっかり刺激を入れていきます。OK、ではちょっと水入れていただいて、ウォーミングアップ終了になりますので、トレーニングの方やっていきましょう。
はい、OK。で、今日はスタートをちょっと背中を刺激入れていきます。背中、お腹、足という形。お腹プラスちょっと股関節も入れていきますので、そういうような形で一緒にやっていきましょう。で、背中は主にうつ伏せでやります。で、ポイントは肩を上げない。こうなっちゃうと、ここばっかり使ってしまうので、背中にあんまり効きません。背中を下に引くような、さっきと一緒ですね。これやったときと一緒で、上に上げて下に引くときは、ここをぐっと寄せる形でやっていきます。そうです。で、プラス、引いたときに、こうならないようにしましょう。そうすると首痛くなっちゃうので、必ず耳と肩が同じぐらいのラインで、顎を軽く引くような形でやってあげます。で、この状態が最初のスタートの姿勢で、で、やることも非常に簡単です。うつ伏せになって、ウェイビーウェイビーして、このまま上げる。上げる。これが一つ目。で、一つ目はバンザイして、肘を曲げる。肘を曲げる。この二つをまずやっていきます。15回を皆さんでやっていきますので、大丈夫そうですか？ OK。では、うつ伏せにまずなりましょう。そうですね。で、通常の背筋っていうのは結構こう起き上がるんですけど、起き上がらないように上体は上げなくていいです。このまま下を向いて真上から横に T の字ですね。そうです。で、この状態のまま肩上がらないように背中で肩甲骨を寄せます。はい、1真上に上げて2T の状態にします。3、4、4、はい、5、はい、6、7、8、9、10、1、そうです。ここにまっすぐ倒さ上げます。10、そう、あと3でいきます。1、2、3、OK! ナイスです。背中は普段自分で目で確認できないので認識があんまりないんですよね。なのでどう動かしていいかわからないと思います。それは少しずつその動かすことによってそこに回路をつなげていかないと動くようになりませんので、こうやってちょっとずつちょっとずつイメージしながら自分の認識、背中の認識を作っていきましょう。はい、では次はこちらはちょっと分かりやすいと思います。この状態で下を向いて、バンザイから曲げる。手には力入れないようにしましょう。手は握らなくて OK です。では行きますよ。この状態から、そうです。上げて、はい、引く、1。はい、バンザイ、引いて、2。あ、いいですね。3。はい、4。引っ張って、5。はい、6。はい、7。いいですね。8。9。10。1。2。3。4。5。OK!いいですね。今の形、ちょっと一回音声ミュート切っていただいて、はい。そのトレーニング非常に難しいんですけど、今どの辺に効きました？この辺。はい。こちらさんどの辺ですか？ちょうどこの、なんだろ、肩甲骨のこの近辺。ああ、いいですね、いいですね。はい。そのあたりが効いてくると、この背中で引っ張る動作ですね。結局、こういうふうに丸まってるときって、こうなると、皆さんどうするかっていうと、胸を張るように言われますよね、こうやって。こうやって腰を反ってるだけなので、腰が痛くなってすぐこうやってなっちゃうんですよ。なので、背中を寄せてあげると、勝手に胸が開くので、
背中を寄せるこの認識を作ってあげるだけで簡単に姿勢が楽になります。そして胸が開くので呼吸がしやすくなって、まあ、自律神経コントロールしやすくなったりとか、あの手に力が入らないんで震えが止まったりとか楽にまあ体を動かせるようになりますので、だいぶ動きは良かったので、今度は意識するとこ、ここがぐっと絞るときに手に力入っちゃうと肩にこう力入りやすくなっちゃう。ハートさん、そうです、そうです、その感じです。そうすると今すごい力抜けてるので、多分この辺が熱くなるんですよね。この辺が熱くなってくるとだいぶいい感じになりますので、そうです、そうです、そんな感じ、その感じ。うつ伏せになるとちょっと重量かかるので、頑張らなきゃいけないんで結構きつくなってくるんですけど、今みたいにこうこの状態でこういう体操をするのも全然 OK です。はい、そうするだけで背中だいぶ意識できるので、体が結構開きやすくなって楽になってきますので、はい、ちょっとそこイメージしながらやっていきましょう。はい、 OK です。ではミュートにまたしていただいて、次は腹筋なんですけども、お尻も一緒にちょっと使った腹筋やっていきましょう。よいしょ。ちょっと負荷が強かったら言ってください。ひげをついていただいて、こんな感じですね。で、両足を曲げます。で、この膝を後ろに持ってくる。そうです。そうすると、お腹がこうやって出そうになるので、お腹は引っ込める。で、下の骨盤を後ろにちょっと引きます。こっちを後ろに引く。こういう風にならないように、骨盤をちょっと引きます。そうです。その姿勢で OK。で、そのまま、右足を伸ばす。はい、でこの状態でかかとを中心に足を回します。横の腹筋とお尻を使います。そう、円を描いてこれを10回いきましょう。ではちょっと30度ぐらい上げて、でこの状態からいきますよ。レディーゴー。はい、1、2、つま先が地面と平行です。3、4、そう、5、体の真横で真後ろに回す、6、7、8、9、はい、反対回し、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 お尻ですね、お尻の部分やってきました。今度は右足を前に倒して寝ちゃいます。ちょっと寝ていただいて左足を伸ばします。内転筋、内側の筋肉とこの横の筋も一緒に使います。ここで上げる、こっちですね。膝を伸ばしましょう。そうです、膝伸ばして、ここは内転筋使います。はい、ダウン、一回下ろして、で上げます。はい、いきます。1、2、膝伸ばして、3、4、5、6、7、8、9、上でキープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 いいですね。お尻と内側と横の向きに使いました。今度逆いきましょう。反対側に変えていきます。で、肘をついて手は横、両膝を曲げます。そこから膝を後ろに引いていただいて、体をまっすぐします。で、この状態から足を伸ばす。そうです。で、つま先が上向かないようにしましょう。このまま30度ほど上げます。そうです。で、ここから回しますよ。レディーゴー。
はい、1、2、お尻、3、4、5、はい、6、7、8、9、はい、OK、じゃあ逆回し、はい、連続で1、頑張って、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK、ナイスです。で、そのまま寝ちゃいます。ぐだっと寝ちゃっていいですよ。で、この状態で足も楽にして、右足横に上げます。ここですね。そう、膝伸ばしますよ。頑張っていきましょう。レディー。はい、アップ。1。はい、2。3。4。5。6。7。8、9、はい、キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK、OK です。では、ちょっと水入れていただいて、次、下半身いきます。ですね。では次、下半身は一つはちょっとスクワットをやっていくんですが、今日は負荷をかけてスクワットしていきます。足を肩幅よりも 1.5 倍ぐらい開いて、足首が後ろ、あ、読みたい、半分ぐらい外を開いて OK です。この状態で頭の後ろに手を置いて、そう、バンザイします。このままダウンします。で、アップ。3回これをやります。2、アップ。で、3で5秒キープします。1、2、では、5、3、4、5、はい、アップ。はい、ダウン。はい、アップ。ダウン。はい、アップ。はい、ダウンでキープ。1、2、3、いいですね。4、はい、アップ。はい、ダウン。はい、アップ。下から横に目線を下げない。おー、OK。はい、ダウン。1、2、3、4、はい、アップ。はい、もう一回いきましょう。ダウン。はい、アップ。ダウン。アップ。ダウンでキープ。1、2、3、4。はい、アップ。はい、ダウン、ラスト。アップ。ダウン。アップ。はい、ダウン。1、2、3、4。はい、オッケー。ナイスです。素晴らしい。では次はちょっとバランス含めてやっていきます。右足を軽く抱えます。で、このまま体を前に倒していって、手は前、Tの字を作ります。そして戻す、戻す。もうこのままでいきましょう。前に後ろに蹴って T の字、そうで戻す、1、体を倒して、そうです、はい、で戻す、2、はい、後ろに蹴って、そう、3、はい、あと2回頑張ります。後ろ。4、
膝を伸ばしましょう。そう。はい、戻して、OK。ナイスです。こちら、膝が曲がらないように、最後まで伸ばしていきましょう。では、反対側いきます。今度は左足を曲げるようなイメージで、この状態で後ろに行ける。1、はい、戻して、はい、前に。あ、2、はい、息を吐いて、はい、戻す。いいですね。早く2回。さあ、頑張りましょう。ラスト。後ろ。はい、OK。ナイスです。ちょっと下半身スクワット入れてからのやつだとね、きつかったと思いますが、ナイスです。いい感じです。では、最後。ちょっと追い込むトレーニングですね。脂肪燃焼、ここから本番になります。20秒動き続けて10秒休むっていうのを8回やっていきます。はい、で、今日は1つ、全部で4つやります。ちょっと今日多いです。まずはこの状態で、手をこうしていただいて、横にタッチするやつですね。ちょっとやったやつですね。このまま横にタッチ、タッチ、タッチ、タッチ。そうです。あー、伊藤さんいいですね。そうです。で、次が、足をほぐやつですね。で、その後が、足を振ります。で、最後はこの状態で振る。この4つでいきます。途中でやる前に僕が次これですって言いますので、それを見ながらやっていきましょう。はい、いきますよ。5秒前、4、3、2、はい、タッチ。横に腕を下ろして、そう、1、1、1、1、1、体を横にスライド、そう、ふふふふ、そう、ゴー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 、よろしい、よいしょ、よいしょ、はい、OK。では次はこの状態で、こいでいきます。2、1、はい、スタート。いいですね。1、1、1、1、1、ふふふふふふ、足をこいで、こいで、こいで、そう、ナイスピード。ふい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 、オッケー、ナイスです。で、次はこの状態で頭を伏せても OK です。足をちょっと上げて、はい、こい、1、1、1、1、膝伸ばして、1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 、
ゴー、ゴー、えい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 、はい、オッケー。では次、長座になります。お尻を、手を一回ついて、お尻引きます。で、肘を引く。はい、ゴー、引いて、振って、振って、振って、いし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 、体を割れないように、目線上げて、ふう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 、振って、振って、肘を引く。はい、はい、はい。もっと早くよ。ふう、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 ふう。はい、オッケー。では、もう一サイクルいきましょう。やっていただいて。よし、はい、タッチ。ふう、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 
ましょう。はい、OK。ナイスです。次はこれでいきましょう。レディー。はい、これでゴー。いいですね。そう、これでグー、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 クロス、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 ゴー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 、はい、ゴー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 、そう、目線下げないで、背中も伸びないように、走り切って、はい、OK、ナイスです、あ、いい顔ですね、出し切りました、いい感じで。素晴らしい。で、最後ちょっとクールダウンしていきましょう。じゃあ、調査しましょう。で、手をついて、あ、いいですよ、水飲んでいただいて全然大丈夫です、ゆっくりで。はい。で、お尻引きます。で、手をついて、足を反らせるように進んでいって、目線を下げないように、目線を上げたまま前に、遠くに伸ばしていきます。そうすると後ろはしっかり伸びていきます。はい、OK。今度は足を開きます。足を開いていただいて、左手を右のつま先の方に向けて、はい、オッケー。今度反対行きましょう。ゆっくり倒して伸ばします。はい、オッケー。これちょっと硬いなって人は足曲げてやっても OK です。片方曲げて倒しても OK。そうそう、手が逆ですね。右手。そうです、そうです。OK、OK。そうするとより伸びます。はい。で、次は、うつ伏せになって、このような感じで、手をついちゃいます。で、自分の近くまで行ける人は行って、腹筋伸ばします。上を向いて、肩に力入れないようにしましょう。で、これは右を振り向いて、はい、反対。はい、OK。では次は、うつ伏せになります。うつ伏せで手をペタッとついてます。で、そのまま右足を反対側に向かってぐーっと体を反るような形です。そうです。肩が上がらないようにしましょう。はい、戻します。反対行きましょう。そう。遠くに足を膝をなるべく伸ばしながら行きます。そうです。はい、OK。はい、ではお疲れ様でした。一回ミュート解除していただいて。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。いかがでした今日は。あ、お疲れ様です。
どのトレーニングが来ました？ね、これっすね。あ、これさすがにでしたね。お母さんはどうですか？私はクロスですね。一緒ですね。お母さんも一緒ですかね。そうですね。あ、同じ感じですか？同じらしいです。あれは股関節の結構付け根を刺激するので、あの普段あまりその奥の筋肉なんで力が、あんまりこう、まあ、背中とかと一緒で普段使われてないところになってくるんですよね。なのでキープしながら上げると結構きついんですけど、こんな短い期間だけでも刺激入れると、普通に歩いたりするときでも あそこを使わなきゃっていう回路は少しずつつながってきますので、でこれを定期的に刺激入れていくと、よりそこが密な回路、まあ、シナプスっていって脳から脳の指令が出やすい状態になって、もっともっと 動きやすくなる。そうすると体も楽に動いてきますので、まあ、ご自身の仕事であったりとか、まあ、頭を使う方も体がしっかり状態できているとより頭脳労働も生産性上がりますので、まあ、そういう面でもいいかなと思います。はい、で、ご参加方には昨日も参加していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんか腰が反らない、そう、めちゃくちゃ勉強になりました。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、もう本当に明日もできれば来ていただいて、一緒にトレーニングできたなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありますので、また明日よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。